さあ皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、ドラゴンボールスーパーブロリー公開おめでとうございますということで、やっぱりまあこのタイミングに新しいガチャが登場しましたね。はい、コラボレーションガチャということで、まあ、早速ねこのガチャブロリー入ってるんで、ちょっと、まあ、マックスで70連できるんでね、回していこうかなと思います。はい、まあ、キャラクター性能とかは、ガチャ回してからちょっと、説明していこうかなと思うので、まあよろしければですね、最後までお付き合いいただけると嬉しいかなと思います。はい、でまあそれプラスね、新しいガチャ演出っていうのが追加されたっぽいので、まあ、そちらもね見れたらすごい嬉しいかなと思います。はい、ということで早速ねガチャ回していくんですけど、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではガシャ回していきましょう。頼むぜなんかキャンペーンやってますねこれ。999で出んのかな。さあ楽しみだ。赤背景でポットが出ていく。ただスパーキングブロリーだけじゃないんでね、結構いるんで。さあ相打ち、うおマジかよいきなり元気玉これは熱い。あっち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 、ドーン。新演出ではないですからね。はい、さあスパーキング楽しみ。ブロリー欲しいな、ブロリー欲しい。スパーキング頼む出ていくスパーキング、スーパーサイジンブロリー。まさかの10連で終わってしまうか。いや、これはありがたいですね。さあパイクハン、やった。あ、しかも999や、すげえ。限界突破、いくぜ。ドーン。そっちじゃないんだよな、俺が見たいのは俺が見たいのはそっちじゃないんだよな。あれ、これは999。あ、もう星3として出てくるんや、すごい。これもうちょい回していきましょう。はい、意思に余裕があるんでね。さあお願いしますよ。さあローディングはなし。お、来た、ドラゴンボール演出。スーパーサイジにはなっていかない。ただもうここで確定なんでね。ドン、水落ち、いけ。お、瞬間移動、カメハメハ、いけ。いいですね。さあ来い、スパーキング。ブロリーが欲しい、限界突破したい。ドーン、ドーン、スパーキング来い。ブロリー引いていく。マジか、ごとつ目指すかこれ調子乗りすぎか。よっしゃよっしゃ、くたばりな。さあよし、とりあえず星4にはできたぞ。ドーン、戦闘力もすでになんだが、いやーいいですねこれ、調子いいぞ。ごとつあたり目指したいぞ。なんか星3で、まあ、メインアビリティは強化されてるんで。お、ポットちょっとなんかでかくなかった今、気のせい。さあ相打ち、いけいけ、いいぞ。あー、そんな良くないか。さあ新しいキャラクターが多分あと1体実装されてるんですよね、クーラー多分あると思うけど出ないですね。エクストリームかな、うん。あ、ちょっとしょっぱいなさあエクストリーム、うん、ちょっとしょっぱかったね。いやでも結構十分っちゃ十分やけど。いやー、ここまで来たら星5にしたいぞ。さあ30連目、40連目か、やっていこう。さあローディングしていくってことは、ドーン。いやースーパーサイジになってくれないですね。いやー、新しい演出見て、新しい演出が見たい見たい。赤文字、おお、すげえ。なんだ今の、あ、負けちゃったけど。ドーン、あ、マジ嘘今の演出何なの。ハメハメハ打つ瞬間にスーパーサイヤ人になったけどね。あれも確定か、クリリン。
なんだったんだ。さあエクストリーム、あれそんな熱い演出でもなかった、もしかして。あ、マジか。そうか、結構なんか熱そうな演出やったけどね。さあガンガン引いていこう。ポット、ちょっとでかいように見えんねんけど、気のせいやろな多分多分気のせいでしょうね。ほい、いくぞ赤文字ドーン。このタイミングでさっきスーパーサイジになったもんね。相打ち、これはちょっとしょっぱい、ちょいしょっぱいですね。ターレス、ちょっとしょっぱいな。いやでも4突できたのはでかいか。さあドン、爆発してほしいね。爆発する演出が欲しい。いや新しい演出みたいな。ドン、オッケーオッケー。さあ80連目かな、違うわ60連目かな。スーパーサイズにならないでいく。しょっぱいな。相打ち、赤文字いけ。あーこれもちょっときついかちょっときついか。頑張ろうか、援護する。パンちゃん、あーヒーロー祭りですね。エクストリーム、ピッコロ大魔王、第二形態セルン。おい、いやーちょっとしょっぱい。まあ、ラストマックスで回していきましょうか。ドドリアさんが図らずとも星6になっていく。さあ頼むぞ、新しい演出見してくれ。ダメか、うわ無無です。逆になんか熱いんじゃないのこれ逆になんか熱いんじゃねえの、うわこれ最悪の演出じゃねえ。あーこれ最悪だな、マジか。おいはいはいはいこれはまずいな。いやむちゃむちゃ、はい、ダメかダメか。なるほど、まあ、ただブロリー2回出たんで星4ですね。うん悪くない。おパーレス限界突破、おまだ来るまだ来る。なるほど、まあ、キャラクターちょっと性能見ていきましょうか。はい、さあ注目キャラクターこちらですね。スーパーサイヤ人ブロリー、詳細見ていきましょう。体力が63万多いで、射撃タイプなんですね。射撃が6万、うん、でサイヤ人とスーパーサイヤ人こういう感じですね。 Z アビリティが、あーなるほど、あー星5で強化されるんか。このユニークアビリティがねなんか強いんですよね。うん、いやー悪くないな。で変身後は、うわた、これやばくねこれ。体力74万、打撃が6万4000、射撃が6万5000、打撃防御力4万、射撃防御力4万、これやばくねえかこれ。ちょっとやばくないこれ、破格じゃねえこれ。やばいぞこれ絶対やばいということで、まあ、今回のキャラクターはこういう感じかな。うん、でこれのイベントが今来てますよね。でこいつがあのフリーザ軍の、タグを持ってるんですよね。だからフリーザ軍って赤色が薄かったんですけど、こいつを採用することによってなかなか強いフリーザ軍パーティーが組めるんじゃないかなと思います。これいやー、なるほど、未来が明るいですねフリーザ軍の。うわ、かっけえ。かっこよすぎる。なんだこれ。変身後。あ、変身してくれないのかな、これ。やーば、これ。かっこよすぎわ。ハロタなんだが。後ろにゴッドいますね。あー、来たかっけえ。やば、これ。マジやばい。星4でしたね。はい。ということで、
まあ、今回はこの辺で終わろうかなと思うんですけど、このね、スーパーサイヤ人ブロリー、育成完了したらまた動画ね上げてみようかなと思うんで、よろしければチャンネル登録高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。